はい、こんにちは、おちゃんです、はい、またこの寒いところからやってますが、今日はですね、前回の COF の、キューボノスシリーズのギブアウェイ、あれのですね、抽選をしていきたいと思います。本当はまあライブでやりたかったんですけども、なかなか時間が合わなくてですね、あんまお待たせしてもあれかなと思って、今日はちょっとこのパソコンでね、後でやっていこうと思いますので、そこはねノーカットでちゃんと、まあまあ不正はね一切ないので、そこはちょっと信じてもらうしかないんですけども、まあ、少しでもということで、一応その抽選のシーンは全てノーカットでお届けいたしますので、ご了承ください。もう一つはですね、私先日、札幌のですね、ノースクラウドスタジオさん、北雲高校さんね、あちらからですね、ライブ配信をさせていただいて、まあ、お邪魔させてもらったんですけども、そこにですね、来ていたスワンプベイブさんと、あと煙プロダクトさん、煙ドリチの、と、あとまあそのメインの北雲高校さんからですね、ギブアウェイの協賛をですね、せしめてまいりましたので、そちらの中からですね、今回この動画というか、今回 の新しいギブアウェイとしてはですね、実はスノープウェープさんの方からのリキッドですね、2本ご提供いただきまして、そちらを出したいなと思います。というのは、まあ、そこなんでそれだけなのっていうことなんですけど、本当はですね、全部年末に年末のまあそういうの、まあ、今ちょっと企画してますので、そこに入れて一緒にね、こう好きなの選んで応募してってやろうと思ったんですけども、スワンプさんのですね、新しいリキッドがなんと2週間ぐらい、2、3週間後に発売っていうのがあって、発売前に出してもいいよっていうことだったので、もう、ね、なんか発売前にお手元に届いた方がちょっと嬉しいでしょっていうことで、先にちょっとそこだけ抜き出して、先行でですね、ギブアウェイを走らせたいと思います。どっちから先やりますかね。 COF を後にして、ちょっと先にちょっと宣伝を見ながらやりますか。で、今回はご提供いただいたのはこちらなんですね。ご協賛か、ご提供じゃないね、ご協賛いただいたのはこちらの2本です。で、このねグルメフレッシュシリーズ、これはね、まあ、発売済みなのかな。で、これは中身がですね、なんだっけ、これね、俺の好きそうなやつなんですよ。カシスメンソールだったかな。そう、カシスメンソールですね、こちら。これはもうね、フルーツ系の方にはいいんじゃないかな、まあ、私みたいな人にはおすすめと。で、実はですね、これ私試飲しそびれたので、聞いた話をそのまま言っちゃうとですね、もう一個ね、実はこのシリーズ、この前の、やつがあるんですね、グルメシリーズの、それがですね、非常にまあ好評だったんで、調子に乗ってもう一本作っちゃったって言ってました。で、結構甘さ少なめの、本当にすっきりしたような感じなので、まあ、上院とかになるような、そんな感じなんですかね、はい、これが、まあ、数量はごめんなさい、各1本ずつですね、各1本ずつ。これとで、もう1個がこれがね、まだ発売前のコー、香りと書いてコーシリーズですね、はい、これはですね、中身がですね、ココナッツミルクティー、うん、ね、もうポンちゃんが苦手そうな感じなんですけども、これ美味しかったです。これね、吸ってきました。で、ここら辺はね、まあ、レビューじゃないんですけど、吸ってどうっていうのを、まあ、うちの深さんとかがですね、この前のライブでも、喋ってますので、もしよろしければね、そこも見ていただければと思います。これね、チャイなんですよね。ココナッツミルクティーに、チャイが入ってるのかな、まあ、チャイってでも、もともとこういう感じなんでしょうかね。ココナッツとミルクティーなんで、まあ、私の嫌いなものなんですよ、2つも。なんですけど、これ、まあ、忖度なしで言わせてもらうと、予想外に普通に美味しいです、はい。っていうのはね、多分ですけど、お茶感が強いんですよね。お茶感が結構強くて、で、チャイの、なんつうんだろうな、シナモンじゃないけど、なんかそういうちょっとスパイス的なものが、このね、ミルクの、私のね、一番苦手とするミルク感とか、ココナッツもね、ちょっとミルク感っぽいじゃないですか。あれをね、うまく消してくれて、美味しいところだけがちゃんとね、出てくれる。そんな感じのリキッドでした。はい、こうですね。まあ、興味のある方はね、スワンプさんのサイトとか、Twitter とか確か載ってるのかな？まあ、これから載るのかもしれないけど、まあ、見てもらえればと思います。多分12月の半ばぐらいに発売するんですかね。
なので、まあ、せめてそこに合わせて、お手元に届くようにですね、これはちょっとスピード抽選をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、この抽選はこの動画の下の概要欄に、いつもの Google フォームで、応募フォーム作っておきますので、そちらからご応募ください。で、まあ、毎回、言ってますけども、応募に際してのチャンネル登録であったりとか、あと、グッドボタンとか、そういうものは一切不要です。はい、まずそういうことが一応規約的にはまず NG っていうのと、チャンネル登録してるかどうかなんていうのは分からないっていうことで、ね、一応なんかね、公開してないと分からないですよね。登録する人が自分のチャンネルを公開しますよっていうのをやらないと分からないので、してるかどうかなんていうのはまあもうまず分からないので、そういうところは一切不要です。欲しいと思ったら、ぜひ、ご応募していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。多分ね、相当短い期間、1週間でやるかな。はい、この動画上がってからですね、そこの概要欄とかにはいつまでとか詳細は書いておきますので、必ず、ご熟読の上ご応募ください。よろしくお願いいたします。では参りましょう。次の議題はですね、大変お待たせしているんですけども、前回のこちらですね、この COF のキューバナスの3種類、これ各1本ずつをですね、ドギバイということでご応募いただきまして、誠にありがとうございました。これのね、抽選をしていきたいと思います。ちなみにですね、これのクイズがあったんですけども、クイズの、正解はミッドナイトタバコですね。なので、これかな。はい。深さんが一番気に入ったのはどれでしょうみたいなね、そんなクイズだったんですが、正解はこちら、ミッドナイトタバコです。外れてた方がですね、まあ、数名いらっしゃいました。はい。ちょっとね、残念だったんですけども、まあ、どれに応募するかっていうのをやっていただいて、やっぱ1万人気はですね、応募の1万人気はやはりミッドナイトでしたね。ミッドナイト、その次がチェリー、で、最後は、なんだっけ、ミントの、この順番ですね。この順番に今人気でしたと。これはね、なかなかの当選確率だと思いますよ。結構少なかったです、これ。はい。ではね、ちょっと早速パソコンの画面をね見ながら抽選をしていきましょう。はい、やっていきましたね。これがいつものね、前回もこれでやったんですけども、これが応募してくれた方のお名前がザラザラっとね並んでおります。これちなみにミッドナイトタバコですね。はい。で、これこのボタンをですね、これを押すと、もう名前が一瞬でここにポンと表示されます。で、この中からランダムで一人選ばれて、ここに出てくる。そんなね、感じです。はい。もうね、なかなか、もうちょっと本当は派手にやりたいんですけどね。ちょっとね、なかなか時間取れなくて、私一人でね、申し訳ないんですけども、ご一緒いただければと思います。ちょっと見てみましょうか。これがね、ミッドナイトでしょ。これ結構ね、やっぱ多いですよ。はい。で、チェリー。チェリータバコはもうこれぐらいですかね。はい。まあ、で、ミントがね、なんとね、4名と。25% ですね。簡単に考えると 25% で当たりますと。はい。というわけで、押すともう、当然無作為抽選なので、こう書かれている中から1人がここに出てくるだけ。そんだけです。じゃあまずですね、どうしようかな。ミッドナイトからいきますかね。やっぱ一番人気。これがね、何人だっけな。何人いるんだっけ、これ。ちょっと待ってね。41名。まあ半分ですね。約半分ぐらいの方はやっぱミッドナイトでしたね。じゃあ40名の中から抽選をいきたいと思います。はい、ここを押しますよ。3、2、1、はい。はい、というわけで、剛様、ご登場おめでとうございます。風呂場の前で俺一人で拍手してますけど、おめでとうございます。はい。じゃあ続きましてですね、チェリーいきますね。チェリーはね、見たことのあるお名前もたくさんいらっしゃるんですが、本当はね、個人的にはね、やっぱりいろいろ忖度したいとかあるんですが、それやっちゃうとね、もう続かなくなっちゃいますから、24名ですね。24名の中から抽選をしていきたいと思います。じゃあこちらですね、抽選ボタンを押します。あ、ちょっとね、一応こうしようかな。せーの、はい。お、1.16 様ですね。よく YouTube ね、見ていただいてたと思いますね。おめでとうございます。はい、次いきます。16さんとミント。これなかなか、これちょっと痺れますよね。4分の1だからね。4名様ですね。いきますよ。せーの、はい。はい。アーニーさん、おめでとうございます。ありがとうございます。な感じで、
はい、というわけでちょっとおさらいしますね、ミッドナイトタバコが強し様で、チェリーブラスチェリーが、1.163 とで、ミントがターニーさんということで、以上3名の方ですね、おめでとうございます。で、この3名の方に対して私の方からですね、メールをこの後お送りいたしますので、必ず、そこに返信をいただければと思います。で、大変申し訳ないんですけども、概要欄にも書いた通りですね、48時間だったかな以内に返信がない場合はですね、大変心苦しいんですけども、もう無条件で、危険というか事態というふうにしてしまいますので、その場合はですね、このリキッドは多分年末の方プレゼントの日もあると思うんですが、必ずご返信いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、で一応この結果はですね、概要欄の方に、更新して、概要欄の方にも載せておきますので、後からも見れるようになっていますのでよろしくお願いいたします。はい、でまた外れてしまった方もですね、今回ご応募いただいて本当にありがとうございました。これからですね、年末に向けて多分いろいろね、こういうことをやっていくので、ぜひこれにこれにですね、ご応募いただければと思います。はい、そんなわけで、今回は、CF 前回のギブアウェイの抽選と、あと新たなギブアウェイということで、スワンプベイブ様から ご協賛いただきました、クルムフレッシュのメンソール、カシスメンソールと、チャイというかお茶っぽいコウ発売前のものですね、こちらの ギブアウェイの告知というような動画になっていきます。はいはい、下の、ね、概要欄にいろいろね、そこら辺の、注意事項だったりとか応募フォームだったりとか、そういったものを貼っていきますので、そちらですね、ご必ずご熟読の上ですね、ご応募いただければ幸いです。はい、そういうわけで今回はね、多分短い動画でかつノー編集に近い感じだと思うんですけども、最後までご視聴いただいてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。